私の世界にはこれしかないはこちらです。ヨーグルト。はあ、またこれは女子っぽいですね。ヨーグルト。僕も朝と晩食べてます。うわ。でもみんな普通やんな。多いな今週ちょっと。乗りか要素。いや本当怒られるわ俺。そしてヨーグルトが好きすぎて、うん、欅坂を卒業したらこうしようと思っています。お、どうしよう、卒業したら。北欧に住む。ああなるほど。はい。欅坂を卒業したら北欧に、はい、もう日本にはいられないんだ。はい。なるほど。はい。うん、そして私はいつもヨーグルトに合う組み合わせを考えていて、食卓にあるものをいつも試しています。サービスの今の方なんだろう。なんで今急に寝起きで急に声出した時みたいな。ごめん、先祖がフクロウなんだよ。なんなの。ちょっとごめんなさい。そんな中から見つけた私のおすすめ組み合わせ、うん、ベスト3を発表します。知りたい。第3位はこちら、うん、ヨーグルトときな粉。美味しそう。これは美味しそう。第2位はこちら、おう、ヨーグルトと明太子。それはないな。これは皆さんご存知の王道だと思います。ちょっと教えて。いや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 、みんな何だよ。なんで何王道なわけないじゃん。不思議な、何とも言えない。聞いてる我々の話。無視して進めてるけど、ちょっと無視すんのよ。それあの出川哲朗、狩野英孝と同じ流れだ。第1位はこちら、うん、ヨーグルトとケチャップ。いや、なんで、なんで。これは私が初めて食べた時は世紀の大発見だと思いました。万人受けの味だと思うので、今日は皆さんに召し上がっていただこう。いいよ。急に試食が出んの。はい、持ってきました。持ってこんなよ。ケチャップの色。普段からテレビ用じゃない。大丈夫です。混ぜるか、うん、やばい。ちょっと足りないかも。もうちょっと入れる。いいよ、いつも通りの感じでやって。ちょっと味見してみていいですか、うん、足りない。あ、ベスト、ベスト、あら、ベスト配合です。ベスト配合できました。はい、ね。おっと、まずあっと4の4でダメです、今のところ。あ、無理、美味しくない。いいよ、行っちゃって結構。でもいい、いいよ、いい匂い。行く？書き込むの？あ、好き。マジで？あ、好き。あ、好き。好き、私。好き。何枚来るんだよ。どんどん行くじゃん。回せ、この横に。小田ストップ。私の世界には丸々しかないはこちらです。ダン、チーズです。おー、なんか前もそんなん言ってたね。それ以来チーズにハマっています。ハマりすぎて、うん、毎食後雪印の 6P チーズ、あの青い箱のやつを、あれは美味しいね、定番のね、はい、6個ずつ、なんと1日18ピースも食べていました。3食後に、うん、そうなんです。毎食後に6ピース？はい。うわ！で、それを2週間続けていたら、うん、2週間続けた。約2キロ太りました。そりゃそうよ。でも2キロぐらいで済んだんだね。もっと太りそう。うん、それでさすがにちょっと気づいて、うん、食べるように最近は気をつけています。うん、ちなみに好きな食べ方は、うん、トーストの上にチリソースを塗ってチーズをのっけて焼くと。なんかもうこの世にはないぐらいの美味しさがわーって。この世にはあるよね。結構スタンダードなチーズね、うん、使い方だけどね。じゃん、雪印のロッキーチーズです。そうだろうね。海外の一つも出てこねえな。そうだね、うん、この雪印の 6P チーズは、うん、直接チーズのうまみを感じることができて、最近ではなんか塩分カットっていう、多分長澤くんとか結構塩分取るので、ね、その塩分取りすぎな人ような
のとかがあったり、うん、あれ食ったことないの、あのほら半分のこのチーズをさ火でね熱してトロトロ野菜にかけて食うやつ、あのスイスかなんかの料理のズラバーみたいなやつ、あれくっそうまいよ、ね、でもみんなの方がチーズ詳しいし。私の世界には〇〇しかないわ、こちらです、うん、じゃん、魔法にかけられて。何何言ってんの。あ、ディズニー映画魔法にかけられてです。あ、ご存知ですか。あ、分かんない、なんかあったね。そう、若い子は知ってると思うんですけど。はいはい、もうおじさんですよ。滑っちゃった。曲が最高にいい。ああ、みんな頷いてんだ、ね、みんな知ってんだ、ね、でもディズニー映画ってみんな曲が、うん、アナと雪の女王とかもディズニー映画でしょ。そうですね、そうなんですけど、だと思うんですけど、私はやっぱりこの魔法にかけられてが一番いいなって感じて。曲も、曲がいい。みんな見たことある人、あ、こんな見てんの。そんなに見てんの。だいぶ見てるじゃん。アナと雪の女王を見た人は、あ、やっぱそんなに見るんだ。本当だ。でもアマちゃん見た人は。アマちゃんやっぱ見たんだ。あ、そうか。半沢直樹見た人は。あ、いっぱいいるね。何の時間だこれ。俺全部見たことないもん。見たことない。俺も見たことないですよ今の。何を見てるんですか逆に。逆にバックトゥザフューチャーだよバカ野郎。一番面白いからな。面白いっすよ。最高傑作だぞ。ワンツースリーとダイハードだけでいいんだよ。そうだよ。歌ってみてよちょっと。あ、いいですか。じゃあ、うん、あ、歌聞いたら知ってるかもしれないもんね、はい、うん、じゃあ、まあ私の好きな思いを伝えてっていう歌をちょっとだけ、うん、あ、みんなわかんだね。では大好きな曲思いを伝えて張り切ってどうぞ。思いを伝えてあなたの気持ちを思いを伝えてあなたの気持ちを彼女を本当に大好きだと思いを伝えてあなたの気持ちを彼女を本当に大好きだと思いを伝えて少しずつでもそうすれば孤独の愛はいやでもファンの子たち喜んでると思うわ。でも一般視聴者のために一回薬物検査だけしておこう。大丈夫、大丈夫。そういうことじゃないんですよ。